吉谷さん、こんにちは。確か吉谷さん、会社に寝泊まりしながら仕事した時期もあったと思うんですよ。で、私もですね、自分の店に寝泊まりしながらやってたこともあって、そうすると時間的余裕ってむちゃくちゃありますよね。だっていつ終わってもその次の瞬間寝ることができるし、いつまで寝ていても次の瞬間営業を開始することができますからね。そういう意味でも、まあ、なんていうんですかね、なんか昔から在宅ワークみたいなね、会社に寝泊まりイコール在宅ワークなんだなと思いますね。だからね、下手にね、住まいがあると帰らなくちゃいけないし、家の管理しなくちゃいけないし、出社しなくちゃいけないし、もう無駄っすね。でも私がね、幼い頃、小学生の頃かな、首都圏に2時間以内は通勤券みたいな話がありましたね。だからあれでしょ、朝5時半ぐらいに始発で出勤して、2時間ぐらいかけて東京とかのね、首都圏の会社にこう通うと。で、終わっても終電までになんとか帰るみたいな感じで、自宅をその通勤2時間以内のところにね、マイホームを買うみたいなことがありましたけども、はっきり言ってこれね、せっかく買った家を楽しんでないんじゃないかなと思うんですよ。で、挙句に往復2時間なり3時間なり4時間ってものが完全に無駄ですよね。で、無駄になるまいと思って本でも読むんでしょうけども、読んでる本が無駄なわけですからね。はっきり言って無駄ですよ。通勤時間に読む本ほど無駄なものはなくって、新聞もそうですけども、あれで賢くなったつもりでいるのがさらに立ちが悪いのかなと思うんですよね。だからそんなもんじゃないんじゃないかなと思うんですよ。というのが、なんでこういうことを言うかっていうと、その自分のビジネスのために得る知識っていうのはすごく重要だと思うんですけどね。ただ他の人の仕事を手伝うために得る知識って、結局その他の人のための資産をせっせせっせと構築してるだけであって、自分の中には何の信用も残らないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんで、サラリーマン的にやるんだったら、会社の資産を積むために自分の頭脳を鍛えるっていうのはあると思いますけども、でもそれとは全く違うのかなと思うんですよ。自分のビジネスを持つっていうのは、常に自分の資産のために自分を動かし、他者を動かし、歴史を見て未来を構築するみたいな、全てがね、自分で、もうワンストップになるわけですよね。でも会社のために頑張るっていうのは、ある意味ね、ちょっとある意味ですよ、なんか自分を素通りしてその会社に利することをしてるのかなと思うんですよ。で、しまいにはその会社が自分をクビにするみたいなね、何なんでしょうね、これはね。まあ、在宅ワーク OK ってことなんじゃないかなと思いますし、あと就職先がないっていう風なお話も聞くんですけども、そもそも就職先を探す時点で結構就職先も過当競争になってて、条件のいいところは入れてくれないし、条件の悪いところは長居できないしみたいな感じでね、そこにはもう過当競争としての競争原理がね、もう根強く渦巻いてるような気もしますね。と考えていくと、やっぱり難しいかもしれないけども、最初は自分のビジネスを構築すると全てが無駄にならないような気がしますね。で、そのためのツールは全部揃ってるんで、初期費用がいらないというね、この初期費用がいらないというのがいいですよね。で、会社に勤めるとまず履歴書を買う紙買わないといけないし、面接に行くためのコストがかかるし、それから通勤のコストもかかると。まあ極端に言ったらこんなとこですかね。はい、まあね、人それぞれありますからね、これが全部正しいよってことではありませんけどね。いってらっしゃい。